因縁のライト級防衛戦は挑戦者のこの一言から始まった。ヘッドホンって弱いじゃん。あんなよそ出て気を負けしてるやつはキャプテンの後も怪しいで、友達が言ってました。ディープ最強王者に喧嘩を打った男、恐れを知らない挑戦者、下石浩太。プロフェッショナルシュート時代からその素質を高く評されたこの男、ディープに戦場を移して5連勝。今や押しも押されもしないライト級トップコンテンダーへとのし上がった。下石は語る。もう北岡の時代は終わった。よその団体に負けてね、返上しないなんて、まあ、俺からしたらちょっとないやろって感じで、ということで僕が正チャンピオンなんで、次は防衛戦ということで頑張ります。よそで負けてるやつがディープの伝統を持ってるのはおかしい的な発言がありました。そこに関してはいかがでしょうか。相手を消したいです。存在を否定したいです。怒りの沈黙は必然の勝利と挑戦者への制裁を込めて、ディープライト級完全無欠の最強王者北岡悟。今や伝説の戦いと言われる五味隆典を下した戦国でのタイトルマッチをはじめ、日本 MMA 界に数々の衝撃を起こしてきた現役レジェンド。ディープのベルト奪取から無傷の3連続防衛中。しかし昨年11月、2団体同時獲得を狙ったパンクラスのタイトルマッチでまさかの KO 負け。下石に言われなくとも北岡は分かっていた。連敗など許されない。生きるために死に物狂いで勝利をつかむ。人前で戦って勝つっていうことは麻薬ですから、勝たなければいけないっていうか、勝つことにこだわらなかったらつまんないし、薄っぺらいですよ。僕の戦いは変わらないですし、はい、やることは変わらない。方法なんかどうでもいい、試合内容なんかどうでもいい、格闘技に一番必要なもの、それは勝利。自身の全てをかけて相手を潰す。この世界で生き残るために、ディープライト級タイトルマッチ5分3ラウンド、王者北岡悟 VS 挑戦者下石浩太。